番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーい、スタート。どうも皆さんこんにちは、タントクラブのカズです。早速ですが、肌の引き締め、美容成分浸透、エイジングケア、高保湿、毛穴ケア、これらの効果が期待でき、肌本体美しさと透明感を取り戻す、ラビレマジックプロをご紹介します。こちらでございます。開封の儀、見てパッケージめちゃくちゃかっこいい。裏オープン。やべえ、かっちょいい。え、キラキラ感やば。こちらパッケージの裏にもちゃんとロゴが入ってる。おお、こちらでございます。このボタンめっちゃキラキラしてる。持ちやすいグリップ感。こちらでございます。ここに2つ引っ張りがあるので、開けますと、はい、こちら中には超触り心地がいい袋、こうやって本体を入れてキュッと、ラビレ肌触りめっちゃいい。ここもいいですね。トリセツ入っております。はい、すべて日本語仕様で記載されております。あとは充電ケーブルですね。おなじみタイプ C でございます。本体裏にですね、充電器を差し込む端子がついております。充電することができます。この先のアダプターついてますので、電化製品に結構ついてます。別のものをつなげて充電するというタイプになります。開封時、こちら保護シートがついてますので剥がします。キラッキラですね。こちらは通電性を高める24金メッキです。この電極部には洋クラスのステンレスが採用されております。本体こちら充電時間は3時間、連続使用は1時間となっております。改めて商品名はラビレマジックプロ LRJ-R02 です。4つの仕様、4つ順番に見ていきたいと思います。 REJ モードにより以下4つの効果を同時に得ることができます。1つ目、高周波 RF、 皮膚の表面にある内側の層と肌の深部温めることで肌コンディションの整ったきめ細やかな肌になります。2つ目、インサートパルス、電子パルスを肌に当てることで美容液の浸透を促進。3つ目、 EMS、 日常的なケアが難しく年齢のサインが出やすい表情筋、こちらにアプローチしてくれます。4つ目、断続パルス、断続的に電流を流すことでタッピングのような体感を得られます。人間工学に基づいたデザイン、見てお分かりの通りです。とても持ちやすい仕様になっております。握りやすい仕様でございます。こちら電極ヘッドが斜めに配置された独自の多角形デザインは、お肌にしっかり密着、顔にフィットします。超音波による微細な振動により温かさを均一に広げ、肌を引き締め、美容成分の浸透を促し、肌に潤いを与え、張りのある肌に近づけてくれます。また超音波の細かな振動は古くなった角質や毛穴の汚れなどを取り除きながら、年齢差異の気になる表情筋にもアプローチをしてくれます。使い方について、まずはご自身の肌の油分や汚れを落とし、清潔な状態にまずはします。2つ目、お肌の滑りを良くし、摩擦から守るためお持ちの美容液ジェルを塗布します。やっていきます。ここからですね、本体触ります。3つ目、電源ボタンを長押し。電源ボタンがこちらでございます。一番下ポチッ、光りました。おお、かっこいい。4、レベル切り替えボタンで出力を4段階に切り替えることができます。3つあるボタンの2つ目ですね、こちらがレベル切り替えボタンですね。5、お肌に電極ヘッドを優しく当て、内側から外側に向かって下から上へ上げるように動かします。向きとしてはこうではなくてこうですね。滑りを良くしていきます。はい、こんな感じですね。優しく当て、そのように内側から外側に向かって下から上へ引き上げるように。よし、こんだけ塗ればいいでしょう。こういう感じ、あったかい。塗ってきましたけども、いい、あ、滑りがいい。あ、やっぱこれくらい塗らなきゃダメなんだ。こういう感じで下から上に向かって、マックス、じんわりあったけ、地味に、あ、ちょっとピ、あ、じゃあピリピリする、 4ピリピリする、4ピリです。ちょっと 3にしてみよう。3大丈夫だ。あ、いいわ。ちょっとくるね、ちょっとくるね。強いの苦手な人は1で、1だと大丈夫です。なるほどね、浸透させる感じで。
はい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 、慣れてきた慣れてきた。優しく当てて内側から外側に向かって下から上引き上げるようにゆっくりと動かしてください。気になる目元の小じわを引き上げるように。はい、ちなみになんですけども、こちら説明書を見ますと顔以外にも首周り、肩、目元、あとおでこの部分にも使うことができます。この下持たなくてもこの上持つとなんかあまり力を入れずに使うことができる。あーなるほどね。ちょっとデコ行ってみる。デコもこういう風にしてこうやって上げること、顎からこうやこう上げていくパターン、あと鼻から上げていくパターンね、あと目とか首からこうやって肩まで行くパターン、この鎖骨あたりを、まあ、ジェルを塗ってこうやるパターン、そんな形でございます。ちょっとこれから使っていきたいと思います。電源を消すときは一番下を長押します。長押し消えます。僕塩子はスキンケアで肌を整えます。はい、であとですね、こちらこの3つ目のボタン、こちらを押すことによって4パターン色が変わります。使用時は目を閉じて眼球付近を避け LED ライトは直接見ないようにしてくださいということですね。でこのカラーなんですけども、 LED ライト機能搭載、こちら本体3色の LED ライト、赤、青、黄、こちらは肌の状態に合わせてエイジングケアをサポートすることができます。順番に見ていきます。まずはレッド、肌が持つ本来の柔軟性を引き出すことによって乾燥や緩みの気になる肌に潤いと弾力を与えてくれます。ブルー、ニキビや皮脂の過剰分泌が気になる肌を落ち着かせ揺らぎにくく安定した肌へ導きます。イエロー、滞りがちなリンパの流れや肌の細胞が一定の周期で生まれ変わる仕組み、ターンオーバーにアプローチし張りのある滑らか肌に導きます。ちなみにこの3種類以外に実はオレンジと紫がございます。まずこのオレンジについては複数のお悩みをお持ちの方におすすめです。こちらは REJ モードのみです。続いて紫、こちらも複数のお悩みをお持ちの方におすすめです。こちらは EMS モードのみ選ぶことができます。でこのですね、電源ボタンを押すことによってこの部分も切り替わります。説明書を読みますと、でモードはですねこちら3つございます。 REJ、 こちらはですね特徴としてはスキンケアの成分を角質層へ浸透させ潤いツヤケアをしたい方におすすめです。 R&S というものは超音波と RF による振動を生み張りケアですね。そして EMS は気になる表情筋や顔の筋肉をアプローチし他を上向き印象にしてくれるというものですね。ふんわりとあったかさを感じます。安心安全な日本製造、こちらの商品日本国内で徹底した品質基準に基づいて製造、アフターサービスも国内で提供、安心して使用することができます。あと機能面、本体ですね温度センサー付きです。お肌や電極ヘッドの温度上昇を感知することで自動的に出力を下げてくれる安全設計も備わっております。いかがだったでしょうか。ラビレマジックプロ美顔器、改めまして効果としては大きな4つの効果、もう一度おさらいしますと、肌の引き締め、美容成分浸透、エイジングケア、高保湿、毛穴ケア、これらを主な した肌本体の力に着目したいわゆる集中エステでございます。自宅でサロン級のケアをこちらで手軽に行えるビューティー製品であり、最先端のテクノロジーを凝縮したこちら美顔器でございます。こちらの商品ぜひ気になった方は詳細をご覧ください。肌年齢に関しては年齢を追うことによって目で見てわかる視認することができますので、早いうちに最先端の技術を使った機械でケアしてみてはいかがでしょうか。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。しゃ、美を追求するぞ。本番いきます。よーい、年齢のシートマスクも、シートマスクと電極ヘッ、電極ヘッ、よし、美吸収時代、違う、美サムネ